住むのもね、あんまりね、欲張っちゃダメなんですよ。はい、ということですね、皆さん、やってまいりました。リュウジのバズレシピが。はい。どうも、料理のお兄さん、リュウジです。ということでですね、今回ですね、なんと、至高シリーズでございます。今回何を使うかというと、至高のワンタン。ワンタンってお家で食べられますか？あんまりやらない方多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、今回はですね、僕の一番大好きなワンタンの、エビと豚の半々のワンタン。まあ、エビワンタンといえばエビワンタンなんですけども、豚ワンタンといえば豚ワンタンみたいな、そういうですね、これね、僕かなり研究して一番うまいなって思った配合のものになりますんで、今回こちらをやっていきたいと思います。めちゃくちゃ本格的で、僕中華はかなりちゃんとやるんで、めちゃくちゃうまいです、このワンタン。なので、これからやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ、材料説明いきます。まあ、まずワンタンなんで、ワンタンの皮、これモランボンのやつですね。はい、これぐらいの大きさのやつです。今回は、まあ、豚とエビのワンタンなんで、豚バラです。で、可能ならこれぐらいね、脂身が結構たっぷりなのがいいです。はい、脂身が今回ポイントになってきます。コクを脂身、豚の脂身で出して、食感をこのエビで、エビは今回バラメエビ、で殻付きで 130g で、剥いて 100g、剥いて 100g ぐらいのものを使いますので、7から8ミリぐらいですね。はい、で、卵が1個、ニンニク生姜ね。チューブでも悪くはないんですけども、できればもう生使ってください。はい。で、長ネギが半本。50g ぐらい。あとは、他のタレとかね、調味料は概要欄に載ってますんで、そちらチェックしていただきたい。はい。はい、それではですね、至高のワンタンを作る上で何が重要かっていうと、やっぱりですね、自らを至高にしていくことですね。はい、皆さん、原点に帰ってきました。これ言い出したの、至高のチャーハンぐらいがあると思うんですけども、自ら至高にしていくことが大事なので、自ら至高になるために、何が必要かと、これでございます。至高になるためには、一番にならなければいけないので、今回は、一番になっていきます。乾杯。くー金利冷えてやがる。あ、今日誰だっけ。今日は犠牲者は今日も、俺ですね。今日はカメラマンのチョモもお願いします。最高。暑い日にやっぱ俺ですね。そうだね、4本プラス生放送あるんで。あ、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃあやっていきます。まずはですね、お野菜の方から切っていきましょうか。ニンニクはね、後で すりおろすんで、もう剥くだけでいいです。ニンニクはね、本当はね、皮付きのまま水に浸しておくと結構ね、よく剥けるんですけど。で、生姜なんですけども、みじん切りに。生姜はね、これ肉ダネにね、混ぜるために、これ生姜を今用意してます。おろしでもいいんですけども、粒が残ってた方が、噛んだ時にね、生姜の香りふわっと香るんでね、今回は、みじん切りにしていきたいなっていうふうに思いますね。棒状に切ったじゃないですか。そしたらね、こう横にしてね、横にして、こうやって切ると、結構細かく。はい、こんな感じですね。結構たっぷり使います。はい、そしたら長ネギです。これもね、生地にね、肉ダネに混ぜ込むタイプですね。で、僕の場合はこうやってちょっとずつ筋を入れていきます。でね、ここつなげておくとバラバラならないので、で最後にここをで切っていく。いい感じのみじん切りになります。長ネギはね、ちょっとたっぷりめに入れてあげると非常にね、華やかになります。香味野菜です。はい、こんな感じですね。はい、たっぷり切れました。で、こいつらはちょっと別のボウル入れちゃいましょうか。はい、ね、あと生姜もね、ボウルに入れちゃって、これね、肉ダネに使いますんでね。だ、あんですね、これね。だからね、至高シリーズはね、ちゃんとね、工程を踏んで作るのが多いんで、ちゃんとやっていかないとね。はい、はい、そしたら今度ね、魚介切っていきます。このエビです。エビなんですけども、エビはね、こうやって剥きます。で、ここね、ここをね、ちょっと引っ張るとほら、ね、尻尾のお肉もね、剥けるんで、この状態作ってください。こっから剥いちゃうと、この尻尾の肉が取れちゃうんで、このね、先っぽを抜くようにすると、この尻尾の肉、この尻尾の肉美味しいんでね、これをね、いつもね、ブチって切っちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、もったいないので。今回ね、バナメエビでやってますけども、ブラックタイガーとかでもね、結構です。ブラックタイガーとかだと結構ね、弾力がある餡になるんで、プリップリな感じになると思います。バナメエビはね、ちょっとね、柔らかい。ただね、バナメエビ安いから僕は大好き。なければ、剥きエビとかでも全然大丈夫ですよ。はい、じゃあこんな感じ。
ね、これで大体エビ 100g ぐらいだと思います。でそしたらワタ取るんですけども、もうこれ、ね、背ワタがねありますんでね、背ワタ剥いてください。こうやって背開きにして取るやり方もあるんですが、大量にエビやるときはこうやってね、あの ここに通してやると背ワタすぐ取れますんでね、これね、背ワタはこうやってやるのが一番簡単に取れます。もちろん背開きにした方が綺麗に取れますし、形も良くなりますんで、そのやり方でも結構からはね、後でね、こう油でね、揚げるように炒めて、塩コショウ振るとすごく美味しいです。で、叩きます。で、エビの叩き方なんですけども、まあもう本当にエビは結構今回バナメンなんで柔らかいんで、こうやってぶつ切り、最高ですねこれね。ほら、こんな感じでどんどんしていくとエビは、ね、すぐねミンチになっちゃうんですね。これをね、あんにするとね、まあうまいんですよ。たまにひっくり返してもらって、で、またトントンで、こいつはさっきの、あんのところにも入れます。はい、で、次豚バラで、もう豚バラももうこんな感じで、今回ね、切れる包丁がいいです。はい、今回ね、おろしたての関マゴルフなんで、包丁ね、買うの迷ってる方、これ買っとけばまず間違いないです。で、こんな感じで、で、千切りにできました。で、もうそしたらもうこうやってまたトントン、これは結構油が多いお肉ですね。油が少ないものでも全然大丈夫です。多い方が僕は好きかな。油の甘みがね、結構効いてくるんで、僕は油多めの方が好きです。赤身と白身が64ぐらいですからね。で、トントンやっていくと、ミンチになる。まあこれ、じゃあ豚肉ではダメなのか疑問の方はいらっしゃると思いますけど、ね、包丁で叩いたミンチ肉とですね、スーパーで売ってる機械で引いたやつ全然ね、食感違うんで、叩いた方がお肉の食感が残りやすくなるんです。なんで、包丁使っていただいた方がいいからっていう感じですね。はい、じゃあ包丁はもういいかな。じゃあですね、このボウルに塩コショウ振ります。これぐらいかな。で、こいつを練っていくんですね。こんな感じで練り込んでいきます。豚肉ですね、練ることによって粘り気が出ますんで、これがね、このあんの弾力を生みます。で、お塩が入ることによって、今塩コショウね、味塩コショウしたんですけども、塩を揉み込むことによって、さらにその弾力がね、増しますんで、お肉の弾力出していくっていうのがポイントになります。これね、結構できるんだよね、これね100g ずつしか使ってないよね。ヘトっていうね、こう粘り気が出てきたなと思ったら、これもう揉み込みは OK なんで、全体まとまってきたなみたいな、ハンバーグっぽくなってきたなみたいな感じだったらもう OK ですね。はい、そしたら調味料を入れて混ぜていきます。で、まずここに片栗粉はね、つなぎの役割、しますね。あとちょっとね、お肉に弾力が出ます。水分を逃がさない。で、これが大さじ1で、酒大さじ1、これ香り付け。次は味付けの醤油です。やっぱ今日なんかちょっとすごい真面目なんだけど大丈夫かな中華大体いつも真面目だけど、オイスターソース、これね、味付けとね、ちょっとコクが出るんですよね。なんで小さじ1と半分、そして卵1個、これもう1個いっちゃいますね。大体もう M とか L とかもうどっちでもいいです。はい、こんな感じで、こいつを混ぜます。ここでもね、よーく混ぜてください。このね、エビとね、この豚がね、混ざり合ったこのあんがね、うまいんです。こんなあんですね、これね。で、今度包みに行きます。じゃあですね、あんはちょっとね、冷蔵庫に入れて冷やしました。その間にタレを作っていきます。で、お醤油大さじ1半、味のベースですね、練りごま大さじ1杯。はい、これが入るとね、ちょっとね、担々風のタレになるんですよね。すごくコクが出るんで入れてください。味の素1、2、3、4振り。はい、これコク漬けです。醤油の角取ります。お酢が小さじ1杯、これ酸味漬け。お砂糖がね、小さじ1杯、ごま油小さじ1杯、おろしにんにく、ここでさっきのにんにくが出ます。これね、少しって書いてあるんですけど、僕のメモだとお気に召すまま入れてください。僕はね、3分の1かけぐらい入れました。料理ってね、好みなんで、僕の好きな味でやります。今あればね、フォアジャオ1、2、3振りぐらいでしてください。はい、これでね、結構ね、本格的な香りが出ます。このタレがね、マジでうまい。これはね、冷蔵庫で冷やさなくてもいいや、どうせワンタン高いんでね。はい、じゃあ、タレ出てみます。
はい、じゃあですね、これから包みの作業です。包みの作業ね、めんどくさいんで、手伝ってくれる人がいたら手伝うように言ってください。はい。で、バットにね、ちょっとね、片栗粉をパラッとまぶしておくとくっつかないです。で、まあ、スプーン用意していただいて、ワンタンの皮。これね、スーパーとかで売ってるんでね。んで、包んでいきます。包むのもね、あんまりね、欲張っちゃダメなんですよ。ちょっと多いぐらいかな。もうこれぐらいですね。で、まあまあここに水やって、こんな感じ。入れすぎない方がいいです、あんは。入れすぎるとね、出ちゃうんですよね。で、本来はこれまたこうやって巻いて、こんな感じでね、包むんですけども、いりません。味変わんないんで。縁起のいい包み方をされてるんですけども、京都名物みたいな感じでいいです。で、これを、頑張って30個。手伝って、みんな。入れすぎるとすぐブチュって出るからね。入れすぎあ、そうそんな感じ。完璧。さあ、達也が苦戦しております。あ、いいね。じゃあ見てください、皆さん、スタッフが一致団結したので30個あっという間に出てきました。じゃあですね、これからたっぷりのお湯沸騰させて、このワンタン茹でていきますんで、茹でていきます。はい、ということでですね、お湯沸かしてきました。で、今回はですね、まあちょっと大きめがいいです。30個ね、ちょっと茹でたいと思いますんで、大きめのこの鍋用意してください。今もう沸騰してます。で、ここにワンタンを入れて、茹でていきます。こんな。すごい、もう、ほぼほぼあんが漏れそうなやつもありますね。で、このね、ワンタン入れるとね、ちょっと温度、どんどん下がっていくんで、強火でいいです。よし。こんな感じで茹でていきます。ほら、見た目すごく綺麗でしょ。これ本当はね、ここからもう一回くるんと包んだりもするんですけども、まあね、いいです。この方がね、食べ応えがある。くるんと巻くやり方だとね、具がね、そんなにいっぱい入んないんですよね。で、最後のを入れてから、まあ大体そうだな、3、4分は煮るかな。結局ね、豚肉とエビに火が通れば大丈夫なんで、こんな感じで結構薄いんでね、割とすぐ火は通ります。結構浮かんでくるんですよ、こうやって。で、ボコボコなってきたらちょっと火緩めて、心配だったらね、1個取り出して中身割ってみてください。で、まだ火通ってないなと思ったら、もうちょっと茹でるみたいな感じで。じゃあもう1分だけ茹でましょうか。はい、それではですね、茹で上がりましたんで、もう火は止めてあります。で、これはもうすくってちょっと水気切って、もうね、お皿に入れちゃいましょう。なんかめんどくさかったらもうこれザルにザーッとみんなやっちゃってもいいですから。はぁ、うまそう。これね、ちょっと量が多いからね、何皿かに負けます。今回はね、スープとかじゃなくて皿ワンタンですね。結構ね、香辛料も入ってるんで、香りがすごく立ってると思う。これガチだから、これ。はい、じゃあタレかけていきます。こんな感じで、タレはね、もうちょっと作った方がいいかもしれない。これはね、皿ワンタン2皿分ぐらいだから、1.5 倍ぐらいこの量でやるんだったら作った方がいいですね。で、最後に小ネギを、で、唐辛子をね、ちょっと添えたいです。これがね、あるとね、随分中華っぽくなって、サムネ映えしてみんなが見てくれるようになりますね。じゃあ、こちらで至高の皿ワンタン完成でございます。それではいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。あ、じゃあすいません、皆さん、じゃあ試食いきたいと思います。じゃあいきますよ、皆さん。おうまっ。最高にうめえ。餃子よりうめえんじゃないこれ。あれ、タレがね、めちゃくちゃ美味しい。エビの細かくなったところプリッとしてて、で、そこに豚の脂身の甘みね、めちゃんこうまい。これね、ワンタン屋で生活できると思う、多分これ。タレはね、ちょっと甘さとちょっとお酢を加えた中華系のね、ごまのうまみもついたタレなんですけども、これがね、ほんと引き立てますね。ほんとにうまいっす。ということで、今回ね、スタッフ4人で作ったので全員カモン。はい、じゃあ乾杯。せーい、お疲れさーす。まあね、労働の対価はね、あった方がね。いただきます。フリッとしてますよ、これは。いただきます。はい、
ただきます。タレめちゃめちゃうまいっすね。完璧でしょ、タレ。うまっ。うまいっしょ。うまっ。これね、うまいのよ。俺ね、どっちかというと餃子より好きかもしれない。手間相当かかってるじゃないですか。手間かかってるね。それ超えてきましたね。結構ちゃんとやってるお店の味になってると。一番好きなのが、この一口サイズが好きなの俺。餃子だと一口で食えないけど、これ一口でいけるでしょ。スルッといけるでしょ。これはね、あの俺の中華の中でもね、かなり傑作の方。タレうまいでしょ。タレめちゃめちゃうまいです。このタレね、うまいのよ。このヘリでわかるね。一応分量的には 3,4 人前できるんだけど、すぐいけるでしょ。油がね、あんま使ってないから、焼きじゃないから、あんまり来ないんだよね、胃に。俺らの胃が劣化してるみたいな感じになっちゃってる。でも35超えるとね。あ、まあそうだよね。あ、やっぱりね、ここはね、まあ、まだね、焼き餃子かもしれないけど、もうワンタンなんだよ。料理研究家3年やってるんだけど、32の時のレシピと今のレシピって、今のが明らかに油少ないのよ。わかりやすい。ちょっと手間はかかるけど、まあミンチにするのも 100g ずつだから、結構包丁ですぐできちゃうし、これはね、ちょっと、まあ、休日とかで、ね、なんかご家族いる方とかお友達いる方とかは一緒に作ってほしいな。みんなで巻いて、で、ね、面白いと思うよ、みんなでやってて。餃子の一番やべえとこって、焼きが失敗しちゃうところが一番怖いじゃない。でもこれは包めれば、まあ、ちょっと具はみ出てももう固まっちゃうから、卵の力で。だから誰がやってもほぼ失敗ないと思う。餃子より全然簡単。中華ランキングでも結構上グループなんで。めっちゃいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンタンなんか作んねえからな。やって餃子じゃないですか。うん、やって餃子。作んないでしょ。餃子より俺楽だと思うんだけどな。だって包むの、ひだつけなくていいからさ。うん、楽。そう、ひだつけるってなったら達也できないでしょ。